平和に暮らす島の動物たちを苦しめる乱暴なあらわしを退治してほしいと、ある日のこと、島の代表が桃太郎さんのもとを訪れました。本当に困っているんです。助けてください。大体お話は分かりました。あなた方を苦しめるそのあらわし、きっと私が退治してあげます。しかし、あなた方の島まではここから約1万キロメートル。どうしても途中2回ガソリンを積み足さなければならぬが。大丈夫です。そのことも心得ておりますので、途中にお待ちしてガソリンを用意することに手はずをしました。よろしい、すぐに出発の用意をいたしましょう。こうして桃太郎はあらわし征伐に出かけることになりました。お供の猿とキジも張り切っております。鬼ヶ島以来久しぶりの遠征だな。ああ、まったくだ。腕がうなる。いよいよ出陣。おじいさんおばあさんとともに弓矢八幡大菩薩にお祈りをいたします。島は遠い、無事に帰ってくるのだぞ。行ってまいります。出発の時が迫ってきました。みんな揃ったな。行ってきます。おじいさんおばあさん、行ってきます。わーい。あれ、やがて桃太郎号は大空遥か飛び立ってゆくのでした。桃太郎やーい、行ってらっしゃい。おっと、高度を上げる桃太郎号、遥か大地が遠ざかります。第一のガソリン補給所。遅いなあ。まだ見えないかね。まだだ。やがて雲の切れ間より桃太郎号が勇姿を現しました。補給所です。よし、降下せよ。来た来た、よかった。それ万歳。美しい夕焼けを背に桃太郎号の旅は続きます。第二のガソリン補給所。まだかな。遅いな。
おいおい、何してるんだ。おい君、沈んじゃ困るよ。おいら腹が減ってきた。もうしばらくだ、我慢してくれ。大事な役目があるんだからな。あ、空の彼方から不気味なあらわしが姿を現しました。大変だ大変だ。あらわしの攻撃で救助は海中へ沈むのであります。もう大丈夫だ。やれやれ、桃太郎さんどうしたかな。悠然と空を飛ぶ桃太郎も、救助です。よし、降下せよ。はーい。よし、発射。発射。頼みましたよ。ペンギンに手を振りながら一行は目的地を目指し遠ざかっていきます。さて、ここは白い氷山に覆われた島。オットセイやアザラシがのどかに暮らしておりますが、しかしこの平和を破る獰猛なアラワシに一同恐れおののいております。ようやく島に近づいてまいりました桃太郎号。猿がこのありさまを見て、あ、わしです。何？よし、攻撃開始。かくして桃太郎号とあらわしの熾烈な空中戦が展開されるのであります。待て、撃つな撃つな撃つな、生け捕りだ。よし、それ猿得意の投げ縄が決まった。これはかなわん。助けて。よし、とどめの一撃だ。どうだ、思い知ったか。桃太郎さん、ありがとう。
島の動物たちを震え上がらせたあらわしも桃太郎一行に捕らえられ、島には再び平和が訪れたのであります。